トイ、トイズのレンです。イーイ。どうマッスル系 YouTuber トイズです。じゃあ企画言いますね。彼女が起きたらゴキブリ千匹いたらどうするドッキリお前が出会ったのもゴキブリが始めたってやな。そうでしたっけ。まあいいや、この話は長くなるんで、もともと今日俺とコウちゃんとヨウコで3人で集まってなんか撮ろうやみたいな、カップルの黒歴史公開とかなんかそういう企画やりたいなと思って、ヨウコがドレスのモデルの仕事を昼間やってて帰ってきて寝ちゃってるんで、まあ、この企画を思いついたっていう感じですね。なるほど。ついでにヨウコ今着てる服って、その先週日曜かな、一緒に買い物行って、でなんか GU でなんかこれ可愛いとか言ったから買ってあげた服なんで、アロマールとかでゴキブリくっつけちゃおうかなっていう。ゴキブリくっつくんですか。くっつけちゃおう全身に。じゃあ起きて立ち上がってキャーってなって、そう一生ゴキブリついてるんですか。そうそう、キャーちゃん、はい、からの全身についてますで、こう踊る。一応なんかブラジルのリオデジャネイロのなんかあのお祭りあるじゃん、カーニバル。それみたいに思いついた企画。あと、はい、サムネ多分パジャマの方が伸びると思うから、パジャマで撮ろうかなって後で。ああ、サムネだけまた別で。うん、なんでそれに釣られてきた方々すいませんでした。いや、あのそうそう、マジで怒られますよ。え、でもさ、待って、俺に言ってんの？どっち？いや、これはリーダーの元やってる。なんでよ。そんな感じでヨーコが起きちゃったらもう終わりなんで、すぐ行きましょうってことで、レッツゴキブリ。これヨウコさん起きてるってことないですか。起きてたら終わり。とりあえず C だよ。C。わかった。あ、C ですね。まあ、わかった。わかった。そうですね。顔も可愛くない。はい。
取れてないっすよ。いや、本当に行きないから。どういうこと？ねえ、なんで？どうやったの？どうやったの？おもちゃじゃん、見ての通り、うん、もう慣れたの。いや、もうだってね、見て、もう分かってんのに怖いね。これせっかくだからラーメンじゃないけどさ、ちょっとここにターンっていうかさ、ちょっとモデル風にこの服で1分ぐらいなんだけど、モデルぶってる感じ。